皆さんこんにちは。今この CK61 の内蔵スピーカーを鳴らしています。で、キーボーディストにとってこのスピーカーがキーボードの中にあるっていうのは本当にありがたいことなんですよ。ね、僕はいつも現場で使う時にはこの別にどうモニターをね、どこのモニターを持っていこうかっていうのでね、非常に悩むわけです。モニターを設置するためにはスタンドも必要で、電源も必要で、ミキサーも必要でって、それがないっていうことだけどもすごい助かるんですよ。このね、今後はシンセサイザーはね、できれば内蔵スピーカーがあってほしいなってのは本当に切に思うわけですよね。で、このヤマハの CK61 はこのね、ボリュームの範囲だけじゃなくて、アウトプットゲインを設定することができるっていうのは大きな特徴なんですよ。ちょっと見ていただけますか。メニューのジェネラルで、このオーディオってところがあって、アウトプットゲイン、これ今0デシベルになってるんですね。で、これをというふうにスピーカーの音量も変わりますし、このアウトプット、これも変わっていくわけ、連動して変わります。で、これは今やりませんけど、15、18、24って言うと相当、今出しませんけど、相当大きな音で鳴らすことができます。まあこのね、マイナスも24までできるわけですね。これ非常に便利な機能で、僕はだいたいプラス6ぐらいで使ってることが多いです。で、変更したらメニューまで、ここで初めて設定が保存されます。ここ注意が必要です。で、さらにもう一つ言いますと、メニューの中でジェネラル、ね、システム、スピーカー EQ で、これをかなり太くなってくるわけですね、音も。で、テーブルで置いた時にこのメニューで、この時にはですけど、このテーブル域をセットしたままですね、アウトプットゲインを上げていくとですね、ていうふうに、ちょっと本体がビビってしまうんですね。この CK61 のスピーカーの使い方のポイントとしては、テーブル域を使う場合には、アウトプットゲインは6デシぐらいにしておいて、この8割ぐらい、本体をあんまり鳴らしすぎないっていうのがポイントですね。テーブル域を使うと本体ビビってしまう場合があります。6ワットのスピーカーがステレオでついてるわけですけども、で、これをですね、どこまでこのアウトプットゲインが上げられるかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。軽くていいよね、これね。実験ですから、スピーカー1機をテーブルにしたままキーボードスタンドで置いた場合にどうなるかをちょっと試してみます。テーブル1機オンで 6dB は使えるな。こういう検証大事なのよね。 皆さん参考にしてね。 地味な検証だけど大事なのよ、これね。 9dB、ビビらないな。もう12デシで厳しいですね。で、これで今度はスピーカー EQ をオフにしてみましょう。ね。スピーカー EQ はテーブルはテーブルにだけやっぱり使用した方がよくて、このエクスタンドはスピーカー EQ をオフにして、でもね、12デシが限界だな、これは。このローズピアノの音って結構音が太いので、ビビるかどうかの検証っていうのはこの音色が適してると思うんですけどね。15デシ。
そっちの撮影うるさいでしょ、それね。うるさいよね。もう12デシも難しくて9デシぐらいかな。まあライブでね、他のドラムとかベースとかギターとかいる場合は9から12デシぐらいにして、このスピーカーで弾くっていうのが現実的なんでしょうね。この時注意しなきゃいけないのは、前の人相当うるさいですかね。自分の聞いてる音より前に聞いてる人の方が、今の撮影してもらってる人の方が相当大きく聞こえますから、このままもし会場で演奏して聞かせるって場合、注意が必要ですね。ということですかね。まとめますと、テーブル EQ はあんまり音を上げすぎないで、アウトプットゲインは、まあ、多くても6デシぐらいで、8割ぐらいのボリュームスライダーにした方がいい。あまり大きく音をしない方がいいっていうことですね。で、会場で演奏する場合にはテーブル EQ は切って、ね、ノーマルにして、それでもう最大でも12デシですね。で、9デシぐらいでも結構厳しいですけども、そんな設定にするっていうことですね。で、音質はね、意外とね、クリアに聞こえますんで、あとは自分で弾いて確かめてきてみてください。ね、結構パワーがありますね。試し弾きするときに、このスライダーだけでマックスにしても、ここのアウトプットゲインが大きく音量に関わってくるので、このジェネラルのオーディオのアウトプットゲインっていうのをきちんと設定してあげて、このスピーカーが十分なるかどうかっていうテストはしてみてください。ここ大きなポイントですからね。以上でございます。軽くてコンパクトでスピーカー内蔵っていうのは、もうキーボードにとってはもう夢のようなキーボードですね。ということで、今日は CK61 のスピーカーについての説明でした。